木造十一面観音立像、北家事件本着色十一面観音像、奈良国立博物館十一面観音、凡米、英華ダシャムカは、仏教の信仰対象である菩薩の一尊。観音菩薩の変化身の一つであり、六観音の一つでもある。頭部に十一の顔を持つ菩薩である。凡米は、十一の顔、十一の顔を持つ者のいの三枚屋型は水亀。 カイレン主治はキャ、キリーク、六観音の役割では、アシュラ道の主張を、説化するという、密教の御事格であり、密教経典の十一面間自在菩薩神密こと、念珠儀企業、仏説十一面間オン神まじないへ、十一面神まじない神業に、説かれている。十一面間自在菩薩神密こと、念珠儀企業によれば、 10種類の現世での利益と4種類の来世での過保をもたらすと言われる。十種勝利4宿読日本語では、十一面観音菩薩、十一面観世音、菩薩など様々な呼び方があるが、国宝、重要文化財等の指定名称は、十一面観音、となっている。顔の数の由来など、期限の明確な根拠が少ない。ヒンドゥー教の影響下に7世紀頃成立したとされる。 十一面観音神格戦、別尊雑記より、密教系の御事格であるが、雑密の伝来とともに、奈良時代から信仰を集め、病気治癒などの原生利益を祈願して十一面観音像が多く祀られた。観音菩薩の中では、聖観音について像像は多く、救済の観点からも、千寿観音と並んで完全音菩薩の変化身の中では、人気が高かった。伝承では、 奈良時代の修験道像である大長は、幼少より十一面観音を念じて、苦修連行に励み、霊場として名高い白山を、開山、十一面観音を本寺とする妙理権言,言,言を監督した。平安時代以降、新言宗、天台宗の領教を収めた宗英は、この妙理権言,言,言を、比叡山に延暦寺に潜座し、客人権言,言,言として三能七社の一つに数えられている。 インドにおける作例は顕著なものはない。雑密時代である初期東大以降の中国で盛んに進行され、日本でも数多く造造された。通例、頭上の正面側に入和章、左側にフンド章、右側に白が神で章、背面に大章章、頭頂に仏章を表す。日本では奈良時代から十一面観音の造像進行は盛んに行われ、 法隆寺近道壁画中の十一面観音像が最古の作例とみなされる。奈良時代の作例としては他に、奈良、少林寺像教都観音寺像奈良、薬師寺像などがある。東大寺二月堂の本尊も十一面観音であるが、古来厳重な秘仏であるため、その造用は明らかでない。当時の年中行事である、お水取りは十一面観音に、 外承の懺悔をする行事である。十一面観音はその深い慈悲により、主情から一切の苦しみを抜き去る苦毒を施す菩薩であると、される。多くの十一面観音像は、頭部正面に、阿弥陀如来の化物をいただき、頭上には、仏面、菩薩面、真意怒り面とも、苦芸上で面、対象面など、おのおのに複雑な表情を乗せ、右手を追加し、 左手にはレンゲをいけた花瓶を持っている姿であることが多い。この造用は、現状約の十一面神まじない信用に基づくものである。十一面神まじない信用によれば、右手はスイカして、樹図を持ち、左手にはグレーを刺した花瓶を持つこととされている。ただし、彫像の場合は、右手の樹図が省略ないし、防出したものが多い。一方、 新温州豊山派総本山、長谷寺本尊の十一面観音像は、左手には、通常通り蓮華を生けた花瓶を持っているが、右手には大釈場を持ち、岩の上に立っているのが、最大の特徴で、豊山派の多くの寺院に安置された十一面観音像は、この造用となっているため、通常の十一面観音像と区別して、長谷寺式十一面観音と呼ばれる。 空海によって伝えられた、正澄密教では、不空の薬教に基づく、四秘蔵も造造されたが、日本における作例は、二秘蔵が圧倒的に多い。王、ローケスバラハーオーン、四自在尊よ、フリーヒ、オンロケージンバラキリクオーマハー、カルーニーカエスビーチェオーン、大秘なる味方よ、スバーハー、オンマカキャロニキャソワカナモラトナトラヤヤミホに帰依します。 ナモアーリャジャナネザグラバイラチャナベハラアージャーヤ、聖なる知恵の海、甘ねく照らす総合なる王に帰えします。タサガタヤアーハットサマヤクサンブドヤニョライ、価値ある方、まさしく目覚めた味方に帰えします。ナマサーバタサガテブヒューアーハータブヒュー、サマヤクサンブデブヒュー一切のニョライ、価値ある方、まさしく目覚めた味方に帰えします。 ナモアリーバラカイツバラーやボディサトバやマハッサトバや、マエカルーニーカイや聖観自在菩薩、偉大な衆生、大秘なる味方に帰えします。タディオサ、オーダーラダーラディリーディリードルルドルイチーホティ、ケールケールプラケールプラケールクシメクスマ、ベルウェレイミリーシーリーシティジョラマパナヤパラマサダサトバ、マハー、カルーニーカエスビーチェ、オンダラダラジリジリドロドロイチバチ、シャレーシャレーハラシャレーハラシャレークソメイクソマ、 バレー、イリミリシリシチジャラマハナヤハラマシュダサタバマカキャロニキャ、ソワカサクレータス割り、モーラ不可能であるため、主に国宝指定像を挙げるにとどめる。奈良時代、平安時代絵画。ありがとうございます。